こんにちはえっ、ー、とまだ処方が届いてないんですけどこちらの前の号なんですよねこちらのね背拍子を見ていただくと次回の予告っていうのが出てるので、はい、今日はこちらを見ながらやっていこうと思いますえっ、ー、と56年生のこれですねえっ、ー、と「日本列島の最北に連なる」って書いてあるこちらの文章をやっていこうと思いますでちょっとさっき書いてみましたこちらです お隣に、すぐ隣に置きましょう。しっかり折ってくださいね。では書いていきます。こうやって見たときに、えっ、ー、と、字の長さ、この長さですよね。これが、日とかね、国とかね、なんかそういう囲まれてる字っていうのはあまり長く書きません。この列、 列という字に比べたらななんんとなく短い気がするんでするでよだそういうふうに高さっていうのは少しあのあの全部同じじゃないっていうところをね気をつけてくださいはいちょっと拡大しましたのでこちらょちょっと暗いかな外が曇ってるのでなんか暗い気がしますけどね こからはい、ここ少し開けてください。お手本がね、開いてたので、ちょっと開いてますよ。で、高さが、まず1画目このぐらいでいいんです。もともと高さそんなにない上に、この左よりも右って、ちょっと長くしたいんです、ここをね。で、少しこういう風に上がっていきたいんです。なので、1画目短くしておきます。で、2画目があって、折れますよね。キュッと折れて。 ちょっとねあの尖りすぎてるかなっていうぐらいですこれだと。でこう、うん、もうちょっと本当は真ん中に描きたかったなって何が原因かっていうとこの1画目が少し左から入りすぎちゃったんですよ。本来はこれもう一歩こちら側に来たかったぐらいなんですけど。 そうするとね字全体が太って見えるのでちょっとこのぐらいにしときましたでそういうふうにもしここで一画目が「あちょっと間違っちゃったな」って思ったとしても本番で書くときに消しゴムを使うっていうよりはもう帳尻を合わせるようなイメージで実際この中心線っていうのはあのー、本来提出するものにはないものですよねだから厳密に真ん中じゃなくていいですよちょっとぐらいだからそのあたりが完璧主義すぎるっていうのは あの、なかなかいいものができませんので気をつけましょうね。で、2本の本、まっすぐ来て、ここを2等分するように。これが意外と下の方にビヨーンって来ちゃう人多いんじゃないかな。はぁ、あ、折れましたね。ちょっとね、尖りすぎてます、これ。で、こうになっちゃった場合、このままだとダメなので、 ちょっといいらな紙にこここうねここはねが割れてるる感じがするんですよでもこれ,割れあの折れたからちょうどいいぐらいになるかなもしかして、うん、丸さがね。でやっぱりあの尖ってなければそんなに力を入れて太くしようなんて思わなくて済むので少し力も加えなくてちょあのうまく見えるかなと思います。 まあこうになったらちゃんと消してほしいですけどちょっと今日はこのまま行っちゃいますと降りてきてここ隠したいですね本当はね本当はここ隠したいけどまあいいやこんな感じです日本列島うーんと「列」という字キュッと短く上がってくださいこれ56年5年生だったかな前にえっ、ー、と 集字の方で毛筆でねやりましたね列車とか書いたかもしれない覚えているかなどうかなってとこですけどギュッと短くすることが結構これはあのポイントでしたねそういうとこ思い出してくださいねあの字の形の取り方なんかは毛筆もね硬筆も一緒ですからであのこれですねこれ横に引くようにシュッと。 でこういうところの気質はしっかりめに入れます。それから、ここ、シュッとやったら、ここもしっかり入れるんですよ。しっかり入れるって力を入れるんじゃなくて、スーッと引いてあげてから止まって、キュッとで。ここの長さっていうのは、意外とあの長くしがちですけど、あのそんなことないです。短め、短めというかな。見るところって言ったら、ここ。 ここここ全部同じ感覚になりたいんですよ。で、ここがね、あのばらつきがあったりとか、あと下が余っちゃう方が結構綺麗に見えなかったりするのであの、短ければ、ほら、足りなかったら足すことも可能ですから、あの長すぎるっていうのはやめた方がいいですね。で、ここを書いたら、3画目の位置これが重要ですね、ここ。結構、ここからこういう風に引きたくなるんですよ、こういうラインで。 でもそうすると、ここ、せっかくね、こんなに隙間があるのにもっと上行けるじゃんってなるじゃないですか。そしたら、1、2って書いたら三角目をこういうふうに持ってくる。ふわっと、接続の部分って言ったら、この大きく書いたこの2画目の気質の真ん中か、ちょっと上かなぐらい、上ぐらいを狙ってって、こういうふうに丸くすると、あの このね、うんと短いところをうまく使えるんです。こういうふうにして、これでも長かったぐらいですかね。1、2、1, 2, 3、4、5、6、7。余ったぐらいでした。ほら、ちょっと余ったでしょう。もっとだから詰めてもよかったね。ここをね、短くしといて。で、それってほら、あの、字の、 縦幅に。あの関係がね。あることなのでなるべく。この1行目なんていうのは結構字幅。あのー、字の。このね、文字数多いんですよ。すごくここで下ぎゅうぎゅうなの。分かりますよね。結構ぎゅうぎゅうなんですよ。だからなるべくギュッとさせたい。です。 最北そう先ほどのこういうね島とかと一緒でこういうところもなるべく短めにしてうまく入れたいんですけどこういうところの線の引き方ふわっとさせるようにする直線ラインで持っていくとなかなかそこのこの幅をね狭く持ってくるって難しいところですからふわっとさせる。 全部ふわっとさせといて、ここ、下からギュッと、これこうですね。で、こう上がっといて、右を出すようにします。はい、北という字ですけど、ここにしたら、右が上がってあげられるようにして、こうですね。はい、二。 ひらがな小さめにしときます。連なるっていう字が画数が多いしここがまたぎゅうぎゅうなんですよ。今回はこれがとても多いですね。こういう画数の多い字がこの1行にすごく集まってしまってますね。なるこれでぴったりな感じ。はいでは。 次、ちょっと時間が結構経っちゃったかな急ぎ目で行きたいんですけどこれぐらいそうあまた北ですよ北海道は北海道これはねあの上,上から行きますさっきの行は少しここ開けたでしょでも次、えー、と北海道とまたね北が出てきますねえー ちょっとそうですこれは上から入ってくださいねさっきの行はここ上ね開けてましたけど次上からですで北という字は右の方が上に上がっていくのでちょっと下に下から入っといてこうでここから ここここういうううういいいライインでこ、でこががこう揃うようなイメージがいいですね。斜めのこの上に上がっていくようなラインでここからこれが一番高くなるようにでこういうふうに下はここがこうですね大体い,い揃うような感じイメージしてもらうといいかなすごくかっこいい字ですよこういうふうに本来は三角形のようなこういう形をしています外形はね。そうで はい、海という字です三髄を書く時にはこういうふうにくの字型になるようにするといいでこちらからこうしといてこれはあの短めで構いませんなぜかっていうとこっちが出たいんですよここが一番長くぎゅーっとくるラインなのでここからまずぎゅっとこのぎゅっていうのをねしっかりやりましょうねここねでこれも上がり調子でこれよりも短くこういうふうにしといて次が こういういうに立ち気味ですこれはねここ隙間ねあのこう開けるようにしといてここのラインとここのラインが平行じゃないですよねこれ平行じゃないようにします同じ方あの方向に行ってしまうとあの広がりができませんのでで最後のこの ギューっていうこれがこういう風にしっかり出てあげられるとこの字はかっこいいですねひし形のような感じですかだいたいこういう感じになってますはいで道という字ですねちょっとだけ拡大しますかねこのくらい、えー、とこの行はそんなにぎゅうぎゅう詰めな感じではないのでうん大丈夫かと思いますけどこういう風に 点なんですけどおろそかにトントンってやらないで立てましょうしかもこういうふうに丸くすること丸くしといて上からこの2点目が来ますねでここ横引いて次こうに来たら下の方にこうに来てくださいでここがこういうふうにふわっと上に来るようなイメージで一緒ですよこの日っていう字と一緒でこちらがちょっと長め で、トントントンって。横はあんまり力入れなくていいです。ちょっと薄くなってんの分かりますよね。で、点は上の方に打っといて、そこからストーンと落ちるように。ぎゅっとここ。ここが近づくところ、そこから、こう、ストーンとこうやって落ちるような感じです。ここ。ここに向かって。はい。で、えー、ひらがなですね。は、 はい次は楽能「楽能ですねら」ラは点から下がってくるようにこうです。ラはね「ら」がね意外とねかけてない子が多いですよ。こっからジャンプしてこうに行ってる子とかはこれこれダメですからね必ず跳ねる方向というかこう下に落ちてくるように縦書きなのでこう流れが必ずありますよね。そうあこの 地に関しては縦だからとか関係ないですけどでもこういう上からの流れに沿ってこうあの無理をしないっていうことこんな動きはあのちょっとないんですよ。ここはねちょっとね気をつけてください。はい「農業の脳」ってねちょっと難しく感じるかもしれないここを短く内側にキュッと入ること横はこう結構しっかりめにあるんですよ。 でもこうふわっと持ってきといてきゅ、縦は短くて太いでドントンそうで横横ですねなるべくこっちが少し出っ張るぐらいただあんまり下がねまだ続くのでそんなに出っ張らなくていいんですけどあの縦のラインが足りなくなんないように横を調節するっていうことで下からこう来たらこう横にここね こういう風にこういういラインが見えるように描きたいです。でここに関数字の2のような動きこうですね同じ性質を2度繰り返さないような感じの方が綺麗なので短く太くギュッと上がる線とこちらこういう風に反るような線で2本目が長いですよね。で次 ここがね結構ちょっと丸みを帯びた方がいいです。これ逆にこう反っちゃうとこれ良くないのでこうに反らないようにここねまっすぐかちょっと丸くするかっていう感じです。でしっかりとここ,こう大きめな感じで長さもそうだしここの角度角度が大きいですよね。 こう上に行かないようにこうグワーンって感じで次こっちからこうちぐはぐするようにこうぶつかってないっていうところもポイントですよ。ここ、ね、ここの線とここねのの線線とってぶつかんないですよねでそしてここからストーンって落ちてくるようなそれでここからこう横に抜けていきます。そうするとこれ外形が三角形っぽくなってますよね。 そって覚えちゃいましょうかはい続いて「えー、といや」ですね「や」っていうのはあの縦要素があんまりなくて横長の字なのであのもう下の方に行った時もう狭くなっちゃったなどうしようかなっていう時にもすごくあの大きめに見せられる字ですこんな感じ。横はしっかり出しといて縦にビヨンってやらない。 こう,こういうラインで持ってきててきほらここんなこんなな字の形してますすねではい水ですこうまっすぐきて跳ねたら下からちょっとこうにくるようになるとかっこいいですねでこのラインでこう持ってくるとかっこいいのでここの位置関係をちょっと見ときましょうでストーンですさあ水酸ですね酸です えー、こうしといてこう短くしてくださいここは2画目短くしといて3画目立てて4画目ちょっと上からちょっとでもこれはきついんですよギリギリですねでこうにして左へ出ますで「正という字が中にきますけどその時無理やり中に ここを真ん中に入れようっていうあの思うよりはまあまあ揃ってもいいんですけどちょっと右側にずれても構いませんこれがねなぜかっていうと左にに対してて右もこう出ても出別に構わないんですよちょっとあの崩れていくとこれってすごく右側にこれがこうずれ込んだりする字なので右にずれることは別にそんなに悪くないかなっていう感じですね。はい次 えー、水産行ですすね行という字ですではここですね。えー、行という字も横の線がとても多いんですけどどこが一番長いのかっていうとここね12345画目五画目が一番長くて678910画目がまあ次に長いかなっていうぐらいなんですけど。 まあ一番長いところだけ注意してもらって、あとはそんなに、そこまで、ね、あのー、やんなくてもいいかなっていうぐらいです。1、2、3。まあ、このぐらいですね、差はね。それでいいですよ。こう今日も、盛んです。も、 とかはここれもあのこう見てくださいね三角形をしてますね。ってことは1画目のこの長いこの線これを出してあげないといけないこれ短いと文字自体がちょこっともうすごいちょこんとした感じのちっちゃい字になっちゃうのでそこは長くしておいてこういう風にこの長さよりも出ないような感じでこれがありますね2画目は結構くにゃっとくにゃっとさせます。 「うん」運という字は横にこういう風にに横に行くようなイメージの方がいいですねあんまりこれがこう上に行かない方がいい上に行くと幅が出なくなっちゃうのでそこは注意しましょうはい、えー、ですこれ大事なのはここの反り具合ぎゅっと反ってくださいはい「す」はここ長くしとけばあ,のあとは大丈夫ですねで、 12ってこういう形にしましょう。でストーン。あまり長くしなくていいですよ。はい。では、学年。学年ですけど、これ小5、小6にしときますね。小5、小6。ね。学年の間違いはね、やめましょうね。気をつけてください。これは自分で、あの、ちゃんと。 ね。せっかく綺麗に描けたのに、最後の最後で間違わないようにね。してくださいね。はい、それでは失礼します。